はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、また古賀に来ております。というのもですね、最近大食いの方が結構来ている遊び場さんというお店がございまして、だいたいみんなハンバーグのチャレンジをやったりとか、メイン系のねチャレンジを行ってるかと思うんですけれども、実はまだ大食い YouTuber さんが全然やってないやばいチャレンジメニューがございます。それがですね、ハーフワッフルチャレンジという 1.6kg のスイーツのチャレンジでございますね。このチャレンジはね、今のところ制限時間以内に食べましたというクリアした方がね一人もいらっしゃらないというやばいチャレンジなんですけれども、今回はですね、何をとち狂ってか分かりませんが、僕はそのワッフルチャレンジをダブルで倍量でやらせていただきたいと思います。重量がね 3.2kg、 制限時間が50分で、失敗の場合は5000円で、成功の場合は無料というチャレンジメニューとなっております。みんなね、今重量級だけだといけんじゃないかと思うかと思いますが、マジでやばいらしい、想像の数倍やばいらしいので、全力でやっていこうと思います。ということで、もうねメニューは作っていただいておりますので、商品がね完成するまでもう少々待ちたいと思います。あー怖い怖いあードキドキしてきたはい、ということでですね、ただいま到着いたしました。こちらね、画面越しでも十分でかいと思いますが、実物は多分 1.5 倍ぐらいでかいです。で、このワッフル自体がですね、約 2.9kg で、ソースが 300g ございまして、今回のチャレンジに関してはソースも完食でクリアということになります。ただいまですね、タイマーもしっかりとこんな感じで50分に設定しておりますので、チャレンジを開始していきたいと思います。じゃあ何か3秒前とかから掛け声いただいてもいいですか。お願いします。いきます。はい、3、2、1、スタート。いただきます。いただきます。よし。いや、ちょっとどう食べていいか分かんないんだけど、とりあえずクリームをこれいかないことには、うん、めちゃうまいな、めちゃうまいな、めっちゃうまい。これクリームもね、柔らかすぎずにちょっと甘すぎずって感じで食べやすいんだけど、この量食べた時にどうなるかだねうん、うまっ。うん、中からこれ見えるかな、これアイスですね。めっちゃくちゃアイス入ってるで、今回のチャレンジに関しては、ね、ホットの飲み物は禁止なので、ちょっと体が冷める前に食べていこうと思います。うん、うん、せっかくなので画面外、後ろ側にあるねこのワッフル使って、ちょっとクリームとさ、うんまっ、めっちゃうまいですねありがとうございます。今ね、こんだけうまいんだけど、この後半、中盤どう変化していくかだね。ちなみに僕、知覚過敏なんで、アイスがやばいアイスがやばい、歯がいかれるあ、ちなみに生クリームだけでこれどれぐらいあるんでしたっけ。2リットル。じゃあ生クリームで2リットルですでもね、このチャレンジメニューやったら本当にね、まあ一生とは言わないけど、10年、ここ先10年分ぐらいの、ね、生クリームを摂取すると思うわうん、この辺りで今1枚のワッフル食べ終わったんで、ちょっと反転しましょう。分かりにくいと思いますんで、結構いい感じなんじゃない、これ。
最初こうあったからね、こう。いやでもお腹いっぱいになってきたな。確かにこれすごいわ。なるほど、質量ない食べ物ってこんなになくなっていかないんだ。マジで減っていかない。結構食ってるつもりなんですけどね、全然ね、あの傘が減っていかないんですよ。ちょっとね、この辺りで味変をしていきますか。このメニューはね、何種類かからソースを選べるんですけど、噛んだ。何種類からね、選べるんですけど、今回はブルーベリーでチョコで、いちごのね、3種類を選ばせていただきました。とりあえずこの、ブルーベリーからいっちゃいましょう。あ、待って、これ。これソースももうどんどんかけないと、これ間に合わないですね。これ意外に量あるな、これ、ソース。うん、ソースあるだけで全然違いますね。やっぱあのクリームが自家クリームじゃないというか、やっぱブルーベリークリームになるし、やっぱ酸味もね少しあるんで、これめっちゃうまいな。うわ、ワッフルと一緒に食えばよかったなこれ。美味しい。なんだかんだ僕がやってきたチャレンジの人生の中で結構なんか違うベクトルで一番やばいかもしれないですねこれ。これやば。でもこんだけね、あの大食いの人もういろいろサインありますよ、来てるけど、このチャレンジをその動画やってる人が誰もやってない意味が今分かった気がする。マジでやばい。ちょっとソースかけていきますか。あの甘酸っぱいであろういちごは最後の砦にとっときたいので、先にちょっとねチョコをかけていきたいと思います。うお、うわ、いやうまいんだろうけど、うまいんだろうけど、うん、おお寒くなってきた。いただきます。うん、確かにビター系のチョコでめちゃくちゃ合いますね。うまっ。あーでもすごいすごい、あの重たさがすごい。あのこのチャレンジをやられる場合は、あのちょフルーツ系のソースを僕は押したいと思います。うん、あのチャレンジ終わった時用にちょっといい感じにハンバーグ1個2個やってみてもいいですか。あの遊び場さんはね、看板にもあるようにお肉とスイーツのお店なので、ちょっとあのこれがね終わった後お肉食べたいなって思います。こうソースかけたつもりだけど、またチョコもブルーベリーも半分ぐらい残ってるんですよね。これは節約するじゃなかった。じゃあこの辺りでね、いちごいきますか。だいぶこのいちごのね酸味で
軽くなるとは思うんですよね。うわあー、いちご最高にいい。あー、いちご最高ですね、これ。今のいちご120点。うまっ。ここでギブアップで、いや、これは無理ですね。これは無理ですね。あ、一回測られます？今 2.9 で 1.375 だと、そしたら1500ちょいぐらい残ってますね。おうおうおう、じゃあ半分。え、これでハーフ届すか？つまり僕が食ったのハーフ届く。無理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 怖。こんなに食べてハーフしか食ってないの。今世紀最大のやばいチャレンジ見つけたかもしれません。あのね、今このチャレンジ、失敗ということで、まあ、持ち帰りをしながら、あとはね、まあ、ちょっとお肉のメニュー紹介をして終わりたいと思います。ちょっと今ですね、チャレンジも一旦終えましたので、改めてゆっくりね、お店の説明したいなと思います。ちょっとみんなにもね、メニューを見てほしいんだわ。一応こんな感じで、まずはテイクアウトメニューですね。本当にローストビーフからもカツカレーとかもいろいろお肉を使ったね、試食もありますし、店内で言えばこのハンバーガーメニューもね、めちゃくちゃ多いんですよ。で、ここから今ちょっとハンバーガーを一ついただくってことでご紹介できるのと、もちろんドリンク系ね、パンケーキとかもあるし、で、今回ね、チャレンジメニューのソースは、こっから選ぶ感じですね。チョコ、キャラメル、ブルーベリー、特製いちご、マンゴー、黒蜜と、あと日によってはないソースもあるんで、皆さんもご確認ください。いや、ということでですね、今、メニュー到着しましたよ。バーガー。今回ね、いただくのが、ハイパージャンクバーガーということで、まだね、撮影時には販売をされてないんだけど、今後ね、新メニューで出る予定のものみたいでして、僕が第1号だそうでございます。一旦ね、こちらもちょっとしょっぱいのいただきたいと思います。ポテト。はぁ、うまい。しょっぱいの、うまい。生まれてきて一番ポテトうまいと思ったっすね。で、このハイパージャンクバーガーなんですけど、ローストビーフにパティが入ってて、チーズと、うまそう。顔がでかいんでね、ちょっとちっちゃく見えるかもしれないんだけど、十分よこれ。ちょっといただきます。いただき、どうやって食ったらいいんだろうこれ。むず。おー、うまい。みんなハーフチャレンジもいいけど、バーガー食おう。バーガーこう、バーガーマジでうまい。はあ、しょっぱいの最高にうまいな今。うん、このパテがめっちゃうまいですね。うわー、うま。今日もしかして俺はこれを食べるためにここに来たのかもしれない。ちなみに今回ね、3段ぐらいパティが入ってるメニューなんですけれども、ちょっとね、お肉ね、パティが少なめの方もありますので、皆さんもね、頼む際には食べるのにちょうどいいね、量を注文してみてください。うん、うまっ、うまっ。これうまっ、うん、これで5分とかのチャレンジメニューでもまあまあいいレベルになりますよね。それぐらい大きい。ということで、タイムですね、これから新メニューで販売されるであろうハイパージャンクバーガー完食させていただきました。ごちそうさまでした。
ということで本日はですね遊び場さんでチャレンジをしてハンバーガーを食べましたそういう回でございます。まあ、もちろんねワッフルだったりとかあとは通常販売しているパンケーキなんかもねスイーツがございますので絶対に美味しいんだろうなってもう食べて分かりました。かつもちろんねデザートにね負けないぐらいやっぱ本格的に力を入っているお肉料理もございますのでぜひね皆様はチャレンジメニューではなくてこちらをね試してみてください。ということで本日もチャレをございました。その動画どう思ったらチャンネル登録コメント高評価、またですね最近ではサブチャンネルも活動しておりまして概要欄から飛べますのでそちらからチェックしてみてください。この後僕は残った生クリームを詰めて帰ろうと思います。じゃあね